A さん、遠藤とカイセドを比較して間違いに気づいてしまう。 A メディア BBC はリバプールはカイセドがチェルシー入りしたことを受けて、シュツットガルトから遠藤を引き入れたのは急な決定だった。ファンは失望し混乱した。この男は一体何者なのかと伝えるように、移籍当初は多くのファンが30歳を超え180センチに満たない身長の遠藤に疑問の目を向けていたという。しかし中盤の戦士遠藤を疑ったことに対し、手を挙げて謝罪しないリバプールサポーターはどこにもいないと指摘した。彼は英雄だった。リバプールは彼の貢献に感銘を受けている。とりあえず手のひら返しはもう終わりね。